1508とおこれは 350g だよね。これは 350g だよね、はい、それと着色剤 R の53だっけ、54じゃないよね、54はイエローか、53がグリーンか、はい、そうだよね。このグリーンもね、いろいろ色があったりさなんかするんだけど、グリーンの、着色剤によっては、耐候性とかさ変色だとかいろいろあるんだよね。でもこのグリーンは耐久力のあるいいグリーンだと思うよね、うん、で実際に使ったのはこれだもんね。そうですね、あ、はい、これだもんね。よいしょ、これでこのグリーンで、あ、いいよいいよ、乗っけといてこのところに、うん、このグリーンでこれが1508のグリーンだね。1508のちょうどね、1508のね。これ班長自分であれだっけ、このテスト施工は、あ、これはテスト施工だけは僕がやったんだな。うん、オッケーオッケー。で裏側が、あ、これがニートだよな、これな、ニート、はい、でこれは着色剤だけ、うん、上が着色剤だけ、これが着色剤だけで、下がこのカラーサンド、うん、カラーサンドのニートだよね、モルタルじゃないんだよね、はい、うん、だから今回はこのスペックでやると、うん、これでね、うん、ちょっと待ってね、よいしょ、このスペックっていうか全く同じだよな。同じですね、うん、これだとね。でこのテストやったのは1508と68はやんなかったんだけど、68はやらなかったです、うん、6815、はい、6815とやったんだよね一緒にね、はい、うん、でこれ日付が書いてないんだ。日付は書いてないです、ね、うん、何年ぐらい前なんだか、あれ2月ぐらいだよな。それぐらいだったと思う。雪が積もってたんだもんな、で沼田だもんな、はい、うん、だからあれ相当寒かったんだよな。そうですね、でここのところがモルタルなんだ、ね、そうですね、これがモルタルサンド、はい、サンドモルタル、樹脂モルタルで、それで一番下が、はい、プライマー付けでやって、はい、でニートをやって、でトップコート、はい、うん、保護のコーティングやったってパターンなんだよな。だからこのモルタルをやらないってだけで、はい、今回はこれと全く同じように材料は6815じゃなくて、はい、1508でこっちで、やっぱこのサンプル作っといて正解だな。そうですね、うん、これでやると、はい、うん、いうことだよな。そうすればフレキシビリティがあるから剥がれにくいし、はい、対衝撃にもついていけるし、クール F のちょうど床施工、はい、1年新設して1年後やったのが、班長もあの時一緒に行ったんだもんな。なんか工具落として、はい、穴が開いてコンクリートがえぐれてたんだよな。でクール F ちゃんはコンクリートの穴が埋まった埋まったっつってなんか大喜びしてたんだよな。おいおい、そんなんで喜ぶパターンじゃねえんだけどっつうパターンだな。なんでなんだろうな。あれコンクリートのやっぱこういうエポキシのフロア施工やったことがないんだよな。どっちかっていうとこのフロア施工は結構大手が受けて1次下請け2次下請け3次下請けとかさ、はい、そういうパターンだから材料やたらと外国製の含めて安い材料使うんだよな、うん、だからディーラーも言ってたもん、固まりゃいいんでしょとかさ、おいおいおい、そういう問題じゃねえんだねっつってさ。だからね皇族が出た学校のフロアとかラボとか研究所とか製紙会社とか製薬会社とか食品会社なんかの何千平米とかさやるフロアは結構さエポキシのコーティングフロアやるんだよね。
うん、それとかさっき言ったかもしれないけど、あのピストンリング作る製造会社、はい、うん、なんかのやっぱりさ、あのコンクリートのホコリが出たらさまずいところ、はい、それみんな共通してるじゃん、ラボとか製薬会社とかパルプ会製紙会社とか、あと食品工場ね、はい、食品工場コンクリートの粉混じったらまずいでしょ、それとか、うん、食品でもさ、あれ流行りのなんとかフレークとかさ作ってるところ、ホチキスの針が入ったらまずいし、うん、さっきから言ってる通り、シームレス、こう継ぎ目がないんだよね、はい、うん、だから継ぎ目がないからワンフロアでロボット動かしたり機械動かしたりするのはこういう床がやっぱ結構重宝するんだよね、うん、でね、だから工場でもかなりあの高級品作ってるようなとこじゃないとやっぱやらないんだよね、まあやれないとかね、そうですよね、うん、だから従業員が施工会社も少ないから、うん、施工会社も探すのが大変だからさ、小さいとこだと小さい箇所やらないからさ、うん、と材料はさ、いちごまらしなんかこのテストやった時もいちごまらしと6815やってるでしょ、うん、どっちがいいかってさやっぱ分かんないからさ、そうですね、うん、専門家の言われたことを鵜呑みにすると、はい、やっぱりさ専門家も開発してる方も実際に作業をやってる人たちじゃないからさ、研究職はさやっぱりさ間違いを起こすんだよね、うん、そうするとこれ見てやった通り、あとはほら発泡スチロールに塗って負けたりなんかするのもテストやったりして検証してる通りでさ、うん、やっぱ強いんだよね。でタンクローリーの修理なんかやってるのも最終的にやっぱこれやってるからさ、ああマスターこれ持ってきたやつ、ああこの通りにやるからさ、うん、うん、これあれだよな、テスト見本作っといてやっぱ本当大正解だよな、そうです、うん、いうことで、はい、大体そんなんで打ち合わせはいいですかね、大丈夫です、なんか質問あります？いや特にはないです、特になし、うん、今日やるのがだからあれですよね、表面に1508に行った後に、うん、この計算をパラパラって、そう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 、うん、そうそうそう、ね、うん、まずは巻き尺でどのくらいの面積でどうかっていうところを、はい、検証して、はい、確認して、でこことこことここをやりましょうっていうパターンで、はい、記録してやり出すと、で記録したあのノートはさ、はい、そこに持ってきた、うん、このパターンでやるからさ、うん、これ前もう何年か前、触って大丈夫、全然、うん、触って大丈夫なんて言わないでくれるこれがさ、うん、一番下の、うん、コンクリートのところとか、うん、グレーチングだとか鉄板に塗る一番下で色をつけないとね、うん、やっぱり耐久力がさ、見た目がさ、うん、良くないんだよ、うん、だから、うん、樹脂に樹脂を使う樹脂はさ、うん、もちろんこのところ持ってきたんだけど、うん、この1508これに色をつけて、これで色をつけて、でこういうさグリーンの色にしてる、うん、で砂もさ、うん、色がついたこういうさ、うん、砂を使って計算、うん、うん、石英の、うん、それでグリーンするわけ、そうするとこうグリーン一色になる、うん、そうじゃないとまだらになっちゃうからさ、下手すると、うん、
で材料はさ何種類もあの試したの、1508とか、うん、こっちは違う材料でさ、うん、こう材料でさ6815とかさ、これうんといい材料なんだけど、うん、こういうの試したの、うん、それでこれちょうど施工したんがね、うん、あの班長と一緒に施工したんだよ、うん、ちょうど沼田のさ、うん、上場のでかい会社、うん、それの施工で班長とやって、これがモルタル、樹脂モルタル、これうんと手間とお金がかかるっていう施工。すいませんね、うん、でこれは違う、これはニートで一番下地に、プライマー代わりに接着する材料で、タンクローリーなんかのよく、塗り込めるさ材料をこう使って、その上にこの砂とさニートで、でトップコートかけて防水スロン、これ滑んねえだろ、うん、意外とやっぱりでも段差があるよな。いや段差があるんじゃないんだよ、これわざと、うん、これいやこの砂の厚みが出ちゃう。ああそれあるよ、うんうん、だから砂を薄くしとけばさ、うん、それはそれでさ、うんうん、これこんだけの小さいとこだから、うん、段差があるように見えるけど、うん、砂を撒く量を、うん、コントロールできるから、うんうん、あとあれだね、乾くのにエレ早いからエレパッパやんねえとどうのこうのって。そうだよ、そうだよ、やっぱり同じなんだ、その点は、うんうんうん、ただ冬場だから若干時間は長いですけど、うん、そう、それで固まんないように、うん、班長悪いけどあそこに皿持ってきたんだよ、僕の買ったカインズの袋、うん、お皿があるだろう、紙の皿があるだろう、うん、これでさ、うん、これで練ったやつ、うん、紙コップで練ってさ、うん、だって石油タンクローリー使うのにあんなでっけタンクローリー、うん、40g しか練んねんだよ。あ、そう、うん、それで、うん、いやいや 40g 以上練ると固まっちゃうからさ、うん、ということね、うん、それでこれでさ流して、これで歯ブラシで買ってたんだよね、歯ブラシね、歯ブラシで塗ってやれば使う時間が伸びるからさ、厚さが出ちゃうと固まりが入っちゃう、これ誘導、うん、平たくすればその分厚みが減るんで誘導固まりに解説できるんだろうな。これでな、使いやすいよな、これだったらな、使いやすい、うん、で歯ブラシだもんな、で使い終わったら捨てちゃうし、うん、歯ブラシじゃ手間暇かかるな、だかかんだよ、うん、だからタンクローリー2トン車どころかさ何十トン車だろう、うん、あれさ、うん、作業やってんだよ、うんうん、それね買う人が見るとね、シュッて吹き付けはできねえ、あ、そういう人もいるけどね、うん、やっぱね何十年もやってる中でやっぱダメなん、うんうん、で歯ブラシでキコキコ塗るんが一番効果的なんだ。やっぱりボトルに入れてる間も硬化しちゃうんで、うん、で粘度が高くなって吹けないです。吹き付けいっぱい失敗してんだよ、うんうん、結果が良くないのもあるし、うん、やっぱ材料の問題なんだよね。だからね、タンクローリー歯ブラシで塗ってるんでね、購入する人たちが見ると感心するみたいよ。そりゃそうだね。あなたのところの施工も同じようにやります。納得するかな。そうです、ね、うん、まずとりあえず厨房周りを、そうだね、テーピング、うん、そうだね、覆う作業からそうだね、やりましょう。はい、はい、
作れる。下地のあれは取れないで済むか。あ、そうだな、グレーチングとか鉄板のあれよりはとどまってるよ、あれはいいかもしんないよな。油で弾いてないとかそういうことあるからな。うん、そうだな、うん、やっぱりコンクリートの下地だな、そういう意味で言うとな。サンプル作りあれだよな、いいな。あの何年か前にやったあれだもんな、サンプルあの役立ったもんな、6815と1508のな、うん、やっぱ1508だな。この冬場で水気があるところでフレキシビリティがあって耐久力があってってなると、うん、製薬とか製紙、関係とかラボとかそういうのはみんなこういうあのエポキシの本格的な塗り床だからな、うん、限られたところでやっぱ塗り床できるところってないからな、はい、すごいんだよ2000平米とかさ、あの食品工場の、はい、あの1階のフロアとか2階のフロアとかさ、はい、あと精密工場もみんなそうで、あれだよ、ピストンリングの話したけどさ、はい、そういうところは施工費用が、何千万とかないからさ、はい、社員が総出であれだよ、エポキシの材料買って自分たちで、はい、塗り床すんだよでもね、やっぱね、そういう材料ってね、やっぱりね、あのこの1508みたいなあれじゃないから、はい、やっぱね施工事故ね結構起こすんだよ。でね、一番ひどいのは、はい、古い工場にの塗り床いくらやってもね剥がれちゃう。ああ、で大体コンクリートってさ、そこのとこじゃないけど結構さ、水がさ、はい、あの湿ってるとこがあるから、あ、余計にねやっぱね施工しづらいんだよ、うん、だから、工場の、担当者は結構みんな大変さ、うん、何十人とかさ何日がかりでだってフロアやるんだもんで全自動でロボットが動くからさ、はい、なおさら、床のこのレベリングとかさ、はい、継ぎ目、うん、シームレスじゃないとさ、はい、やっぱダメなんだよね。うん、 OK、 これはいいわ。うん、やっぱここのところで、鉄板直じゃないとあれだもんな、滑りにくくなるからそれはそれでいいもんな。うん、どう、やっぱ滑りにくいだろう。滑
滑りにくいです、ね、ノースリップで、はい、トップコートとか、ニートやったからな。そうですね。うん。いいね。うん。OK。じゃあ、これで、終了っつうとこだね。はい。はい。OK でした。お茶に。うん、そうだね。1508とこれは 350g だよね。これは 350g だよね、はい、それと着色剤 R の53だっけ、54じゃないよね。54はイエローか、53がグリーンか、はい、そうだよね。このグリーンもね、いろいろ色があったりさなんかするんだけど、グリーンの、着色剤によっては耐候性とかさ変色だとかいろいろあるんだよね。でもこのグリーンは耐久力のあるいいグリーンだと思うよね、うん、で実際に使ったのはこれだもんね。そうですね、あ、これだもんね。よいしょ、これでこのグリーンで、あ、いいよいいよ、乗っけといてこのところに、うん、このグリーンでこれが1508のグリーンだね。ちょうどね、1508のね。これ班長自分であれだっけ、このテスト施工は、あ、これはテスト施工だけは僕がやったんだな。うん、オッケーオッケー。で裏側が、あ、これがニートだよな、これな、ニート、はい、でこれは着色剤だけ、上が着色剤だけ、これが着色剤だけで、下がうん、このカラーサンド、カラーサンドのニートだよね、モルタルじゃないんだよね、はい、うん、だから今回はこのスペックでやると、うん、これでね、うん、ちょっと待ってね、よいしょ、このスペックっていうか全く同じだよな、同じですね、うん、これだとね。でこのテストやったのは1508と、はい、68はやんなかったんだけど、68はやらなかったです、うん、6815とやったんだよね、はい、一緒にね、うん、でこれ日付が書いてないんだ、日付は書いてないですね、うん、何年ぐらい前なんだか、あれ2月ぐらいだよな、それぐらいだったと思う、雪が積もってたんだもんな、で沼田だもんな、はい、うん、だからあれ相当寒かったんだよな。そうですね、でここのところがモルタルなんだ、ええ、ね、そうですね、これがモルタルサンド、はい、サンドモルタル樹脂モルタルで、それで一番下が、はい、プライマー付けでやって、はい、でニートをやってでトップコート、はい、うん、保護のコーティングやったってパターンなんだよな。だから、このモルタルををやらないっつだけで、はい、今回はこれと全く同じように材料は6815じゃなくて、はい、1508でこっちで、やっぱこのサンプル作っといて正解だな。そうですね、うん、これでやると、はい、うん、いうことだよな。そうすればフレキシビリティがあるから剥がれにくいし、はい、対衝撃にもついていけるし、クール F のちょうど床施工、はい、1年、新設して1年後やったのが、班長もあの時一緒に行ったんだもんな、なんか工具落として、はい、か穴が開いてコンクリートがえぐれてたんだよな。でクール F ちゃんはコンクリートの穴が埋まった埋まったっつって、なんか大喜びしてたんだよな。おいおい、そんなんで喜ぶパターンじゃねえんだけどっつうパターンだな。なんでなんだろうな。あれ、コンクリートの、やっぱこういうエポキシのフロア施工、やったことがないんだよな。どっちかっていうと、このフロア施工は、結構大手が受けて1次下請け2次下請け3次下請けとかさ、はい、そういうパターンだから、材料やたらと外国製の含めて安い材料使うんだよな、うん、だからディーラーも言ってたもん、
固まりゃいいんでしょとかさ、おいおいおい、そういう問題じゃねえんだねってさ。だからね、皇族が出た学校のフロアとか、ラボとか研究所とか、製紙会社とか製薬会社とか食品会社なんかの何千平米とかさやるあのフロアは結構さ、エポキシのコーティングフロアやるんだよね、うん、それとかさっき言ったかもしれないけど、ピストンリング作る製造会社、うん、なんかのやっぱりさ、コンクリートのホコリが出たらさまずいところ、はい、それみんな共通してるじゃん、ラボとか製薬会社とかパルプ会製紙会社とかあと食品工場ね、はい、食品工場コンクリートの粉混じったらまずいでしょ。それとか、うん、食品でもさ、あれ流行りのなんとかフレークとかさ作ってるところ、ホチキスの針が入ったらまずいし、うんうん、さっきから言ってる通りシームレス、こう継ぎ目がないんだよね、はい、うん、だから継ぎ目がないからワンフロアでロボット動かしたり機械動かしたりするのはこういう床がやっぱ結構重宝するんだよね、うん、でね、だから工場でもかなり高級品作ってるようなとこじゃないとやっぱやらないんだよね、まあやれないとかね、そうですよね、うん、だから従業員が施工会社も少ないから、うん、施工会社も探すのが大変だからさ、小さいとこだと小さい箇所やらないからさ、うん、と材料はさ、いちごまるあじなんかこのテストやった時も、はい、いちごまるあじと6815やってるでしょ、はい、うん、どっちがいいかってさやっぱ分かんないからさ、そうですね、うん、専門家の言われたことを鵜呑みにすると、はい、やっぱりさ専門家も開発してる方も実際に作業をやってる人たちじゃないからさ、研究職はさやっぱりさ間違いを起こすんだよね、うん、そうするとこれ見てやった通り、あとはほら発泡スチロールに塗って負けたりなんかするのもテストやったりして検証してる通りでさ、うん、やっぱ強いんだよね。でタンクローリーの修理なんかやってるのも最終的にやっぱこれやってるからさ、ああマスターこれ持ってきたやつ、ああこの通りにやるからさ、うん、うん、これあれだよな、テスト見本作っといてやっぱ本当大正解だよな、そうです、うん、いうことで、はい、だいたいそんなんで打ち合わせはいいですかね、大丈夫です、なんか質問あります？いや特にないです、特になし、うん、今日やるのがだからあれですよね、表面に1508に行った後に、うん、この計算をパラパラって、そう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 、うん、そうそうそう、うん、まずは巻き尺でどのくらいの面積でどうかっつうところを検証して確認して、でこことこことここをやりましょうというパターンで記録してやりだすと。で記録したあのノートはさ、あのそこに持ってきた、うん、このパターンでやるからさ、うん、これ前もう何年か前、触って大丈夫全然、うん、触って大丈夫なんて言わないでくれるあのこれがさ、うん、あの一番下の、うん、あのコンクリートのところとか、うん、あのグレーチングだとか鉄板に塗るあの一番下で色をつけないとね、うん、あのやっぱり耐久力がさ、見た目がさ、うん、良くないんだよ、
うん、だから、うん、あの樹脂に樹脂を使う樹脂はさ、うん、もちろんここのところ持ってきたんだけど、うん、この1508これに色をつけて、これで色をつけて、でこういうさあのグリーンの色にしてる。で、あの砂もさ、うん、あの色がついたこういうさ、うん、砂を使って傾斜、うんうん、石英の、うん、それであのグリーンするわけ。そうするとこうグリーン一色になる、うん、そうじゃないと、まだらになっちゃうからさ、うん、下手すると、うん、で材料はさ何種類もあの試したの、うん、1508とか、うん、こっちは違う材料でさ、うん、こう材料でさ6815とかさ、これうんといい材料なんだけど、うん、こういうの試したの、うん、それでこれちょうど施工したんがね、うん、あの班長と一緒に施工したんだよ、うん、はい、ちょうど沼田のさ、うん、上場のでかい会社、うん、それの施工で班長とやって、これがモルタル、樹脂モルタル、これうんと手間とお金がかかるっていう施工。すいませんね、うん、でこれは違う、これはニート、うん、で一番下地に、プライマー代わりに接着する材料で、タンクローリーなんかのよく、塗り込めるさ、うん、材料をこう使って、うん、その上にこの砂とさ、うん、ニートで、うん、でトップコートかけて防水スロン、うん、とこれ滑んねえだろ、うん、意外とやっぱりでも段差があるよな。いや段差があるんじゃないんだよ、これわざと、うん、これいやこの砂の厚みが出ちゃう。ああそれはあるよ、うんうん、だから砂を薄くしとけばさ、うん、それはそれでさ、うんうん、これこんだけの小さいとこだから、うん、段差があるように見えるけど、うん、砂を撒く量を、うん、コントロールできるかな、うんうん、あとあれだね、乾くのにえれ早いから、えれパッパやんねえとどうのこうのって。あそうだよ、そうだよ、やっぱり同じなんだ、その点は、うんうんうん、ただ冬場だから若干時間は長いですけど、うんうん、そう、それで固まんないように、うん、班長悪いけどあそこに皿持ってきたんだよ、僕の買ったカインズの袋、うん、お皿があるだろう、紙の皿、あ紙の皿があるだろう、うん、それこれでさ、うん、これで練ったやつ、うんうん、紙コップで練ってさ、うん、だって石油、あタンクローリー使うのにあんなでっけえタンクローリー、うん、40g しか練んねんだよ。あそう、うん、それで、うん、いやいや 40g 以上練ると固まっちゃうからさ、うん、そういうことね、うん、それでこれでさ流して、これで歯ブラシで、買ってたんだよね、歯ブラシね。歯ブラシで、塗ってやれば、使う時間が伸びるからさ。厚さが出ちゃうと、固まりが入る。ほら、油道、うん、平たくすれば、その分厚みが減るんで。油道、固まりに。解説できるんだろう。なあ。これでな、使いやすいよな、これだったらな。使いやすい。うん、で歯ブラシだもんな。で使い終わったら捨てちゃうし、うん、歯ブラシじゃ手間暇かかるな。だかかんだよ、うん、だからタンクローリー2トン車どころかさ何十トン車だろう、うん、あれさ、うん、作業やってんだよ、うんうん、それね買う人が見るとねシュッて吹き付けはできねえ。あそういう人もいるけどね、うん、やっぱね何十年もやってる中でやっぱダメなん、うんうん、で歯ブラシでキコキコ塗るんが一番効果的なんだ。やっぱりボトルに入れてる間も硬化しちゃうんで、うん、で粘度が高くなって吹けないっす。吹き付けいっぱい失敗してんだよ、うんうん、結果が良くないのもあるし、うん、やっぱ材料の問題なんだよね。だからねタンクローリー歯ブラシで塗ってるんでね購入する人たちが見ると感心するみたいよ。そりゃそうだね。あなたのところの施工も同じようにやります。納得するかな。そうです、ね、うん、まずとりあえず厨房周りを。そうだね、テービング、うん、そうだね、覆う作業からそうだね、やりましょう。はい、はい、
作れる。下地のあれは取れないで済むか。あ、そうだな、グレーチングとか鉄板のあれよりはとどまってるよ、あれはいいかもしんないよな。油で弾いてないとかそういうことあるからな。うん、そうだな、うん、やっぱりコンクリートの下地だな、そういう意味で言うとな。サンプル作りあれだよな、いいな。あの何年か前にやったあれだもんな、サンプル、あの役立ったもんな、6815と1508のな、うん、やっぱ1508だな。 この冬場で水気があるところでフレキシビリティがあって耐久力があってってなると、うん、製薬とか製紙、関係とかラボとかそういうのはみんなこういうあのエポキシの本格的な塗り床だからな、うん、限られたところでやっぱ塗り床できるところってないからな、すごいんだよ2000平米とかさ、あの食品工場の、はい、あの1階のフロアとか2階のフロアとかさ、はい、あと精密工場もみんなそうで、あれだよ、ピストンリングの話したけどさ、はい、そういうところは施工費用が、何千万とかないからさ、社員が総出であれだよ、エポキシの材料買って自分たちで塗り床すんだよでもね、やっぱね、そういう材料ってね、やっぱりね、あのこの1508みたいなあれじゃないから、やっぱね、施工事故ね結構起こすんだよ。でね、一番ひどいのは、古い工場にの塗り床いくらやってもね剥がれちゃう。で大体コンクリートってさ、そこのとこじゃないけど結構さ、水がさ、湿ってるとこがあるから、余計にねやっぱね施工しづらいんだよ、うん、だから、工場の、担当者は結構みんな大変さ、うん、何十人とかさ何日がかりで、だってフロアやるんだもんで全自動でロボットが動くからさ、なおさら、床のこのレベリングとかさ、継ぎ目、うん、シームレスじゃないとさ、はい、やっぱダメなんだよね、うん、OK、 これはいいわ、うん、やっぱここのところで、鉄板直じゃないとあれだもんな、滑りにくくなるから、それはそれでいいもんな、うん、どう、やっぱ滑りにくいだろう、
あのノースリップで、はい、あのトップコートとか、ニートやったからな。そうですね、うん、いいね、うん、オッケー。じゃあこれで終了っつうとこだね。はい、はい、オッケーでした。まあ、お茶に。うん、そうだね。1508とおこれは 350g だよね。これは 350g だよね、はい、それと着色剤 R の53だっけ、54じゃないよね。54はイエローか、53がグリーンか、はい、そうだよね。このグリーンもね、いろいろ色があったりさなんかするんだけど、グリーンの、着色剤によっては耐候性とかさ変色だとかいろいろあるんだよね。でもこのグリーンは耐久力のあるいいグリーンだと思うよね、うん、で実際に使ったのはこれだもんね。あ、これだもんね。よいしょ。これでこのグリーンで、あ、いいよいいよ、のっけといて、このところに、うん、このグリーンでこれが、あ、1508のグリーンだね。1508ちょうどね、1508のね。これ班長自分であれだっけ、このテスト施工は、あ、これはテスト施工だけは僕がやったんだな。うん、オッケーオッケー。で裏側が、あ、これが、あ、ニートだよな、これな、ニート、はい、でこれは着色剤だけ、ええ、うん、上が着色剤だけ、これが着色剤だけで、下がうん、このカラーサンド、カラーサンドのニートだよね、モルタルじゃないんだよね、はい、うん、だから今回はこのスペックでやると、うん、これでね、うん、ちょっと待ってね、よいしょ。このスペックっていうか全く同じだよな。同じですね、うん、これだとね。でこのテストやったのは1508と、はい、68はやんなかったんだけど、68はやらなかったです、うん、6815、はい、6815とやったんだよね、一緒にね、うん、でこれ日付が書いてないんだ。日付は書いてないです、ね、うん、何年ぐらい前なんだか、あれ2月ぐらいだよな、それぐらいだったと思う。雪が積もってたんだもんな、で沼田だもんな、はい、うん、だからあれ相当寒かったんだよな。そうですね。でここのところがモルタルなんだ、ええ、ね、そうですね、これがモルタルサンド、はい、サンドモルタル、樹脂モルタルで、それで一番下が、はい、プライマー付けでやって、はい、でニートをやって、でトップコート、はい、うん、保護のコーティングやったってパターンなんだよな。だからこのモルタルををやらないってだけで、はい、今回はこれと全く同じように材料は6815じゃなくて、はい、1508でこっちで、やっぱこのサンプル作っといて正解だな。そうですね、うん、これでやると、はい、うん、いうことだよな。そうすればフレキシビリティがあるから剥がれにくいし、はい、対衝撃にもついていけるし、クール F のちょうど床施工、はい、1年新設して1年後やったのが、あ、班長もあの時一緒に行ったんだもんな。なんか工具落として、はい、か穴が開いてコンクリートがえぐれてたんだよな。でクール F ちゃんはコンクリートの穴が埋まった埋まったっつってなんか大喜びしてたんだよな。おいおい、そんなんで喜ぶパターンじゃねえんだけどっつうパターンだな。なんでなんだろうな。あれコンクリートのやっぱこういうエポキシのフロア施工やったことがないんだよな。どっちかっていうとこのフロア施工は結構大手が受けて1次下請け2次下請け3次下請けとかさ、はい、そういうパターンだから材料をやたらと外国製のを含めて安い材料使うんだよな、うん、だからディーラーも言ってたもん、
固まりゃいいんでしょとかさ、おいおいおい、そういう問題じゃねえんだねってさ。だからね、皇族が出た学校のフロアとか、ラボとか研究所とか、製紙会社とか製薬会社とか食品会社なんかの何千平米とかさやるあのフロアは結構さ、エポキシのコーティングフロアやるんだよね、うん、それとかさっき言ったかもしれないけど、ピストンリング作る製造会社、はい、うん、なんかのやっぱりさ、コンクリートのホコリが出たらさまずいところ、はい、それみんな共通してるじゃん、ラボとか製薬会社とかパルプ会製紙会社とかあと食品工場ね、はい、食品工場コンクリートの粉混じったらまずいでしょ。それとか、うん、食品でもさ、あれ流行りのなんとかフレークとかさ作ってるところ、ホチキスの針が入ったらまずいし、うん、さっきから言ってる通りシームレス、こう継ぎ目がないんだよね、はい、うん、だから継ぎ目がないからワンフロアでロボット動かしたり機械動かしたりするのはこういう床がやっぱ結構重宝するんだよね、うん、でね、だから工場でもかなり高級品作ってるようなとこじゃないとやっぱやらないんだよね、まあやれないとかね、そうですよね、うん、だから従業員が施工会社も少ないから、うん、施工会社も探すのが大変だからさ、小さいとこだと小さい箇所やらないからさ、うん、と材料はさ、いちごまる味なんかこのテストやった時も、はい、いちごまる味と6815やってるでしょ、うん、どっちがいいかってさやっぱ分かんないからさ、そうですね、うん、専門家の言われたことを鵜呑みにすると、はい、やっぱりさ専門家も開発してる方も実際に作業をやってる人たちじゃないからさ、研究職はさやっぱりさ間違いを起こすんだよね、うん、そうするとこれ見てやった通り、あとはほら発泡スチロールに塗って負けたりなんかするのもテストやったりして検証してる通りでさ、うん、やっぱ強いんだよね。でタンクローリーの修理なんかやってるのも最終的にやっぱこれやってるからさ、ああマスターこれ持ってきたやつ、ああこの通りにやるからさ、うん、うん、これあれだよな、テスト見本作っといてやっぱ本当大正解だよな、そうです、うん、いうことで、はい、大体そんなんで打ち合わせはいいですかね、大丈夫です、なんか質問あります？いや特にはないです、特になし、うん、今日やるのがだからあれですよね、表面に1508塗った後に、うん、この計算をパラパラって、そう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 、うん、そうそうそう、うん、まずは巻き尺でどのくらいの面積でどうかつところを検証して確認して、でこことこことここをやりましょうっていうパターンで記録してやり出すと、で記録したあのノートはさそこに持ってきた、うん、このパターンでやるからさ、うん、これ前もう何年か前、触って大丈夫、全然、うん、触って大丈夫って言わないでくれるこれがさ、うん、一番下の、うん、コンクリートのところとか、うん、グレーチングだとか鉄板に塗る一番下で色をつけないとね、うん、やっぱり耐久力がさ見た目がさ、うん、良くないんだよ、
うん、だから、うん、あの樹脂に樹脂を使う樹脂はさ、うん、もちろんここのところ持ってきたんだけど、うん、この1508これに色をつけて、これで色をつけて、でこういうさあのグリーンの色にしてる。であの砂もさ、うん、あの色がついたこういうさ、うん、砂を使って計算、うんうん、石英の、うん、それであのグリーンするわけ。そうするとこうグリーン一色になる、うん、そうじゃないと、まだらになっちゃうからさ、うん、下手すると、うん、で材料はさ何種類もあの試したの、うん、1508とか、うん、こっちは違う材料でさ、うん、こう材料でさ、うん、6815とかさ、これうんといい材料なんだけど、うん、こういうの試したの、うん、それでこれちょうど施工したんがね、うん、あの班長と一緒に施工したんだよ、うん、はい、ちょうど沼田のさ、うん、上場のでかい会社、うん、それの施工で班長とやって、これがモルタル、うん、樹脂モルタル、これうんと手間とお金がかかるっていう施工。すいませんね、うん、でこれは違う、これはニート、うん、で一番下地に、プライマー代わりに接着する材料で、タンクローリーなんかのよく、塗り込めるさ、うん、材料をこう使って、うん、その上にこの砂とさ、うん、ニートで、うん、でトップコートかけて防水スロン、うん、とこれ滑んねえだろ、うん、意外とやっぱりでも段差があるよな。いや段差があるんじゃないんだよこれ、わざと、うん、これいやこの砂の厚みが出ちゃう。ああそれあるよ、うんうん、だから砂を薄くしとけばさ、うん、それはそれでさ、うんうん、これこんだけの小さいとこだから、うん、段差があるように見えるけど、うん、砂を撒く量を、うん、コントロールできるから、うんうん、またあれだね、乾くのにえれい早いから、えれいパッパやんねえとどうのこうのって。あ、そうだよ、そうだよ、やっぱり同じなんだ、その点は、うんうんうん、だから冬場だから若干時間は長いですけど、うん、そう、それで固まんないように、うん、班長悪いけどあそこに皿持ってきたんだよ、僕の買ったカインズの袋、うん、お皿があるだろう、紙の皿があるだろう、うん、それこれでさ、うん、これで練ったやつ、うん、紙コップで練ってさ、うん、だって石油、タンクローリー使うのにあんなでっけえタンクローリー、うん、40g しか練んねえんだよ。あ、そう、うん、それで、うん、いやいや 40g 以上練ると固まっちゃうからさ、うん、ということね、うん、それでこれでさ流して、これで歯ブラシで買ってたんだよね、歯ブラシね、歯ブラシで塗ってやれば使う時間が伸びるからさ、厚さが出ちゃうと固まりが入る、うん、ほら誘導、うん、平たくすればその分厚みが減るので誘導固まりに解説できるんだろうな。これでな、使いやすいよな、これだったらな、使いやすい、うん、で歯ブラシだもんな、で使い終わったら捨てちゃうし、歯ブラシじゃ手間暇かかるな、どかかんだよ、うん、だからタンクローリー2トン車どころかさ何十トン車だろう、うん、あれさ、作業やってんだよ、うんうん、それね買う人が見るとね、シューって吹き付けはできねえ、あ、そういう人もいるけどね、うん、やっぱね何十年もやってる中でやっぱダメなん、うんうん、で歯ブラシでキコキコ塗るんが一番効果的なんだ。やっぱりボトルに入れてる間も硬化しちゃうんで、うん、で粘度が高くて拭けないです。拭き付けいっぱい失敗してんだよ、うんうん、結果が良くないのもあるし、うん、やっぱ材料の問題なんだよね。だからね、タンクローリー歯ブラシで塗ってるんでね、購入する人たちが見ると感心するみたいよ。そりゃそうだね。あなたのところの施工も同じようにやります。納得するかな。そうです、うん、まずとりあえず厨房周りを、そうだね、テービング、うん、そうだね、覆う作業からやりましょう。そうだね、やりましょう。はい、はい、
作れる。下地のあれは取れないで済むか。あ、そうだな、グレーチングとか鉄板のあれよりはとどまってるよ、あれはいいかもしんないよな。油で弾いてないとかそういうことあるからな。うん、そうだな、うん、やっぱりコンクリートの下地だな、そういう意味で言うとな。サンプル作りあれだよな、いいな。あの何年か前にやったあれだもんな、サンプル、あの役立ったもんな、6815と1508のな、うん、やっぱ1508だな。 この冬場で水気があるところでフレキシビリティがあって耐久力があってってなると、うん、製薬とか製紙、関係とかラボとかそういうのはみんなこういうあのエポキシの本格的な塗り床だからな、うん、限られたところでやっぱ塗り床できるところってないからな、すごいんだよ。2000平米とかさ、あの食品工場の、はい、あの1階のフロアとか2階のフロアとかさ、はい、あと精密工場もみんなそうで、あれだよ、ピストンリングの話したけどさ、はい、そういうところは施工費用が、何千万とかないからさ、はい、社員が総出であれだよ、エポキシの材料買って自分たちで塗り床すんだよでもね、やっぱね、そういう材料ってね、やっぱりね、あのこの1508みたいなあれじゃないから、はい、やっぱね、施工事故ね結構起こすんだよ。でね、一番ひどいのは、はい、古い工場にの塗り床いくらやってもね剥がれちゃう。うん、で大体コンクリートってさ、そこのとこじゃないけど結構さ、水がさ、はい、あの湿ってるとこがあるから、あ、余計にねやっぱね施工しづらいんだよ、うん、だから、工場の、担当者は、はい、結構みんな大変さ、うん、何十人とかさ何日がかりでだってフロアやるんだもんで全自動でロボットが動くからさ、はい、なおさら、床のこのレベリングとかさ、はい、継ぎ目、うん、シームレスじゃないとさ、はい、やっぱダメなんだよね。うん、 OK、 これはいいわ。うん、やっぱここのところで鉄板直じゃないとあれだもんな、滑りにくくなるから、それはそれでいいもんな。うん、どう、やっぱ滑りにくいだろ。
ノースリップで、はい、あのトップコートとか、ニートやったからな。そうですね、うん、いいね。ああ、うん、OK。 じゃあこれで終了っつうとこだね。はい、はい、OK でした。お茶に。うん、そうだね。